代表取締役会長兼社長の田中義和でございます。株主の皆様におかれましては、お忙しいところ株主総会にご出席いただき誠にありがとうございます。ただいまよりグリー株式会社第17回定時株主総会を開会いたします。私が本日の議長を務めますので、よろしくお願いいたします。また各取締役はウェブ会議システムにて出席しております。本株主総会は完全オンライン開催のメタバース株主総会となっております。当社は従来物理的または時間的な制約により物理的な会場へのご出席が困難であった株主の皆様にも広くご出席の機会を提供したいと取り組んでまいりました。また当社が先陣を切ってメタバースを事業として推し進めていると宣言しており、株主総会においてもこのような開会形式といたしました。つきましては、まずはじめに通信障害等により議事に著しい支障が生じる場合に、以上である私において株主総会の延期または続行の決定ができるようにするため、私に対して株主総会の延期または続行を決定する権限を委任いただきたくお諮りいたします。ご賛同いただける株主様は配信画面の拍手ボタンを押してください。ただいま集計いたしますので少々お待ちください。ありがとうございます。過半数の株主様に、ご賛同いただきました。本株主総会を延期または続行することとした場合、コーポレートサイトにてその詳細をお知らせいたします。続きまして、本日の目的事項についてご説明いたします。報告事項として、第17期事業報告連結決算書類並びに会計監査人並び監査等委員会の連結決算書類監査結果報告の件および第17期計算書類報告の件がございます。後ほど動画により詳細をご説明いたします。次に決議事項として2つの議案を予定しております。第1号議案は、取締役監査等委員である豊島区を除く9名の選任の件です。第2号議案は取締役、上級執行役員を兼務する者に限る、対する、時価総額条件付きストックオプションとしての新株予約権の内容の決定の件です。これら決議事項の詳細は、お手元の招集ご通知11ページから24ページに記載の通りでございますので、ご参照ください。定速数及び前日までの議決権行使の結果について、事務局よりご報告申し上げます。定速数及び前日までの議決権行使の結果について、ご報告申し上げます。議決権行使書と電子投票を合わせて、昨日までに議決権全体の 89.4% に相当する議決権が行使されております。これにより、本日ご出席の株主様の議決権を合わせて、すべての議案についての定速数を満たしております。また、前日までの議決権行使により、全議案について承認可決される見込みとなっております。なお、本日ご出席の株主様による議決権行使を反映した最終的な議決権行使結果につきましては、質疑応答の後に改めて報告させていただきます。次に、本総会の議事運営について、スライドを使って事務局よりご説明いたします。本日の議事運営の詳細について、ご説明申し上げます。
ご質問をご希望の株主様は、画面上の質問タブを押して、内容を入力の上ご送信ください。多面にわたる株主様からのご質問にお答えするため、ご質問の送信は合計で3回までとさせていただきます。4回目以降につきましては、システム上送信ができなくなりますのでご注意ください。また、1回の送信につき1問までとさせていただき、複数ご記入された場合は1問のみ取り上げさせていただきます。ご質問の送信は現時点から可能となっております。円滑な会議進行のため、ご質問をご希望の場合は、お早めのご送信をお願いいたします。本総会では、当日出席いただくことができない株主様のため、事前質問を受け付けいたしました。事前に頂戴したご質問のうち、主だったものについてご紹介した後、本日出席の株主様からのご質問に回答させていただきます。議案に対する修正動議につきましては、原案と一括して採決とし、その際は原案を先に採決させていただきます。なお、同じ種類の動議が複数提出された場合につきましては、一提案として取り扱わせていただきます。本日ご出席の株主様は、画面上の議決権行使タブより、各議案について賛成または反対を選択していただきました上で、画面最下部の行使するボタンを押してください。議決権行使は株主様お一人につき1回限りとなっております。お早めに行使いただくことも可能です。映像の遅延や乱れが発生した場合は、ご視聴されている通信環境のご確認や再ログインをお願いいたします。推奨環境は株主総会ポータルの末尾にてご案内しております。以上、ご説明申し上げました。事務局からのご説明の通り、本総会の議事運営についてご賛同いただける株主様は拍手ボタンを押してください。ただいま集計いたしますので少々お待ちください。ありがとうございます。過半数のご賛同を得ましたので、この方法で進めさせていただきます。続きまして、監査結果についてご報告いたします。監査等委員会の監査結果及び会計監査人の監査結果につきましては、お手元の招集ご通知40ページから43ページ及び当社ウェブサイトに掲載しておりますインターネット開示事項に記載の通りでございます。次に第17期事業報告連結決算書類連結計算処理及び計算処理の内容につきましては、お手元の招集ご通知25ページから39ページ及び当社のウェブサイトに掲載しております。インターネット開示事項に記載の通りでございますが、ここで当社の連結決算の内容と事業の概要についてナレーションとスライドで要点を説明いたします。それでは2020年7月1日から2021年6月30日までの第17期事業報告及び連結計算書類の内容につきましてご報告申し上げます。事業報告及び連結計算書類の内容につきましてはお手元の招集ご通知25ページから39ページに記載の通りでございますが、その概略につきご報告いたします。最初に当事業年度の事業の状況についてご報告申し上げます。我が国における個人のスマートフォン保有率は
前年比 1.7 ポイント増の 69.3% と伸びるとともに、2020年の国内オンラインプラットフォームの市場規模も前年比 8.4% 増の1兆3164億円と成長しております。しかしながら国内外経済は新型コロナウイルス感染拡大により急速に悪化し、経済活動停滞の長期化も懸念され、予断を許さない状況となっております。このような環境のもと、当社グループは引き続きゲーム事業、ライブエンターテインメント事業、および広告・メディア事業の3つの事業分野に投資してまいりました。ゲーム事業におきましては、エンジン、IP、グローバル戦略に基づき、エンジンのさらなる強化、IP 獲得と創出への投資を行ってまいりました。新規タイトルの開発および配信を進めるとともに、IP ファンコミュニティの拡大および活性化を図り、海外展開につきましても、中国を中心とした配信地域の拡大により、収益力の強化に努めました。新規タイトルの開発におきましては、1月20日リリースのアサルトリリーラストバレットが好調な立ち上がりとなっており、またスクエアエニックス社との協業タイトルである聖剣伝説エコーズオブマナをはじめとする複数の新規開発が進捗しております。アプリゲームにおけるコイン消費の推移はこちらの通りです。自社 IP タイトルアナザーエデンがグローバルで継続成長しており、運営5年目で過去最高のコイン消費を実現しております。ファンコミュニティの拡大・活性化施策においては、オリジナルコンテンツの追加や人気 IP とのコラボなどによりユーザーの活性化を図りました。ライブエンターテインメント事業におきましては、前期から引き続きプラットフォームの育成に努めてまいりました。具体的には、バーチャルライブ配信アプリリアリティにおいて、アバターのバリエーションの充実などのコンテンツ拡充およびユーザー参加型のバレンタインイベントを通じてユーザーコミュニケーションの活性化を図りました。広告・メディア事業におきましては、お出かけ領域のアウモ、住まい・暮らし領域のリミア、ファッション領域のマイン、そして美容領域のアリネという4つのメディアを運営してまいりました。各メディアにおいてコンテンツ拡充を通じたメディア力の強化に努めておりました。またアウモ、リミアではフォト投稿コンテストキャンペーンを実施、ユーザー基盤の拡大を進めてまいりました。当社グループにおける新型コロナウイルスの影響につきましては、広告・メディア事業において一部のメディアで影響を受けましたが、ゲーム事業およびライブエンターテインメント事業への影響は限定的でした。その結果、同連結会計年度の連結売上高は前連結会計年度比 9.4% 減の567億6600万円、営業利益は前連結会計年度比 70.1% 増の53億7800万円、経常利益は当社出資ファンドが保有株式を売却したことによる投資事業組合運用益の計上等により前連結会計年度比で 163.0% 増の110億9800万円となりました。設備投資の状況、主要な営業所、従業員の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項、財産及び損益の状況、重要な子会社の状況に関しては、お手元の招集後通知の26ページから29ページに記載の通りであります。続きまして、当社の対処すべき課題についてご説明申し上げます。当社グループは、インターネットを通じて世界をより良くするをミッションとして掲げ、グループ全体で各種の経営施策に取り組んでおります。当社グループは以下の通り対処すべき重要課題を定めております。
ゲーム事業は当社グループの収益基盤であり、ゲーム事業の継続成長のためエンジン、IP、グローバル戦略を進めております。アプリゲームについては新規タイトルリリースによる新たな収益源の創出、グローバル運営体制の強化による既存タイトルの収益力強化、長期視点の運営による IP ファンコミュニティの拡大と活性化に取り組んでまいります。またブラウザゲームは高い利益率を維持しながら継続的な利益創出ができるように取り組んでまいります。当社グループは VTuber に特化したライブエンターテインメント事業を展開しております。バーチャルライブ配信アプリリアリティの機能強化やコンテンツ拡充を進めるとともに、プロモーション実施によるグローバル展開の強化に取り組んでまいります。当社グループはアウモ、リミア、マイン、アリネなどのメディアを展開しており、バーティカルメディア群のさらなる成長に向けて取り組んでまいります。当社グループは今後新規事業を展開するにあたって、各事業分野で活躍できる優秀な人材の採用および育成に取り組んでまいります。また新規事業分野に潜在する各種リスク群も踏まえて、内部統制およびコンプライアンス体制の充実および強化を図ってまいります。以上、第17期事業報告の内容につきまして、その概要をご報告いたしました。続いて招集後通知38ページから39ページの連結計算書類についてご報告いたします。第17期当社グループの連結貸借対照表についてご説明申し上げます。流動資産は1090億6800万円、固定資産は323億2100万円となり、その結果総資産は1413億8900万円となりました。一方、負債合計は211億7600万円となりました。純資産合計は1202億1200万円となりました。連結損益計算書におきましては、当期の売上高は567億6600万円、営業利益は53億7800万円、経常利益は110億9800万円、親会社株主に帰属する当期純利益は135億3300万円となりました。最後に、事業報告における会社の新株予約権等に関する事項、会計監査人に関する事項、業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要、剰余金の配当等の決定に関する方針、連結計算書類における連結株主資本等変動計算書及び連結中期表、並びに貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、計算書類における個別中期表及び計算書類に係る会計監査報告につきましては、法令及び定款第18条の規定に基づき、当社ウェブサイトでご報告しております。以上をもちまして、当社グループの事業年度の報告内容、連結計算書類の内容についてのご報告を終了いたします。続きまして、第18期の事業方針についてご報告いたします。まず中期方針につきましては、引き続きゲーム事業に加え、広告・メディア事業およびメタバース事業の3本の事業の柱強化に向け積極投資を継続いたします。ゲーム事業におきましては、引き続き年間2から3本のペースで自社開発タイトルを新規リリースすることを予定しております。シドニアの騎士、勝利の絆、ヘブン・バーンズ・レッド、聖剣伝説、エコーズ・オブ・マナなど順次リリース予定です。このほか複数タイトルを企画・開発中です。第18期におきましては、ライブエンターテインメント事業をメタバース事業に改称いたしました。メタバース事業では、プラットフォーム・リアリティのバーチャル空間でのアバターコミュニケーションを活性化するワールド機能等を追加するなど、
機能強化、コンテンツ拡充を図ります。またグローバル展開についても強化してまいります。リアリティ、バーチャルライブ配信アプリは米国のトップランキング5位を獲得するなど、グローバルでのプロモーション展開が進展しております。引き続き米国をはじめとした全世界へのプロモーションを強化し、ユーザー基盤の確立を目指します。広告・メディア事業につきましても、現在運営しておりますお出かけに特化したアウモ、住まい暮らしに特化したイミヤ、ファッションに特化したマイン、美容に特化したアリネという4つのメディアをさらに強化し、バーティカルメディア群の規模拡大に努めてまいります。投資・インキュベーション事業につきましては、ベンチャーキャピタルへの投資およびスタートアップ企業への投資を実施しております。第18期におきましても、これらの投資を強化してまいります。以上、中期方針を含む第18期の事業方針につきましてご報告申し上げました。以上、中期方針を含む今後の事業方針につきましてご報告申し上げました。ここで、報告事項及び決議事項に関する審議に入らせていただく前に、事務局より事前にいただいた質問のうち、主だったものを紹介いたします。本株主総会に先駆けて、招集通知発送後の9月6日13時から昨日27日18時30分まで、株主様より事前にご質問をいただき、株主総会ポータルを通じてその回答も適時掲載いたしました。本日はこの事前質問につきまして主だったものをご紹介するとともに、議案に関するご質問はその回答も合わせてご説明いたします。まず議案に関しましては、第1号議案につき2問、第2号議案につき1問のご質問をいただきました。第1号議案の1問目は、取締役候補者がすべて男性だが女性候補者は選考しなかったのかというご質問です。このご質問には、取締役候補者につきましては性別を問わず事業環境を鑑みて現時点で適任と思われる方を選任しております。今後も性別をはじめ国籍や年齢等を問わず取締役にふさわしい方を積極的に登用していく所存でございますとご回答いたしました。また2問目につきましては、藤本氏がデジタル庁 CTO を就任したが、上場企業と観光庁とを兼務するにあたってのルールはあるかというご質問です。こちらにつきましては、藤本取締役のデジタル庁 CTO 就任に関しましては本人からの要望があり会社として容認しておりますが、引き続き当社の取締役 CTO としての責務を果たしていただくことを期待しています。取締役との協業取引および利益相反取引につきましては、法令および当社が定める職務決裁規定に従い取締役会の承認を受けて実施し、その結果を取締役会へ報告しておりますとご回答いたしました。次に第2号議案につきましては、時価総額5000億円という条件について取締役会としては実現可能性をどの程度見積もっているかというご質問をいただいております。こちらにつきましては、達成可能性については不確定な要素が多いため回答は差し控えさせていただきますが、当該条件につきましては取締役に対し高い時価総額を目指すインセンティブとして設計しており、実効性を持たせるために達成期間を設定しております
とご回答いたしました。次にその他のご質問につきましても概要をご紹介いたします。事業関連につきましてはスライドでご紹介の通り、多くの株主様からさまざまな事前質問をいただいております。直近の事業概況やメタバース事業関連を中心にご質問をいただきました。その他スライドにてご覧いただいているご質問につきましても合わせていただいております。多くの事前質問をいただき誠にありがとうございます。本日ご紹介した事前質問とその回答につきましては、株主総会ポータルよりご覧いただけます。最後に、メタバースを事業化するとのことですが、NFT 関連など具体的な計画があれば教えていただけないでしょうか。というご質問をいただいております。こちらにつきましては、メタバース事業担当役員である荒木取締役からご説明いたします。ただいま荒木取締役とおつなぎしますので少々お待ちください。荒木取締役お願いいたします。はい、取締役の荒木です。今いただいた質問に関しましては、担当の私よりご回答を差し上げます。でご質問いただいたですね、メタバース事業に NFT に関連した事業の取り組みがあるかということですけれども、一応他の株主様のために補足しますと、 NFT というのはですね、暗号通貨関連でそのブロックチェーン上にですね、デジタルアセット、デジタル財産を持って、それを取引したりすることができる技術のことなんですけれども、これからその仮想空間上でですね、さまざまなユーザーが自分で物を作り出したり、あるいは所有したり、それを二次流通したりというような経済圏を構築していくことを考えておりますので、必然的にその NFT に関連した取り組みっていうところもスコープに入ってくると思っております。で詳細なサービスとかですね、事業に関連するところっていうのは決まり次第、ご説明していければと思います。以上とさせていただきます。荒木取締役ありがとうございました。それでは議長、引き続き質疑応答をお願いいたします。続きまして、報告事項及び決議事項に関する審議に入らせていただきます。本日ご出席の株主様からのご質問等に回答させていただいた後、決議事項につき採決のみを取らせていただきます。ご質問をご希望の株主様は画面内の質問タブを押して内容をご入力の上ご送信ください。多面にわたる株主様からのご質問にお答えするため、ご質問の送信は合計で3回までとさせていただきます。4回目以降につきましてはシステム上送信ができなくなりますのでご注意ください。また1回の送信につき1問までとさせていただき、複数のご質問をご記入された場合は1問のみを取り上げさせていただきます。それでは本日ご出席の株主様からのご質問にご回答いたします。それでは、一つ目の、ご質問です。VTuber 業界では、YouTube 等で、過激な発言、過激な表現を、したがゆえに配信停止や、動画削除の処分を受けることが、ございます。Google や Apple の基準に合わせた、表現基準を作るべきか、それとも、法律を尊重するところで留めるべきなのか、担当の荒木豊島役と、先日表現規制の発言が話題になった、夏野豊島役の考えについて伺いたいというご質問で、ございました。こちらについてはですね、荒木豊島役より回答させていただき、その後夏野豊島役より回答いたします。ただいま荒木取締役とおつなぎいたしますので少々お待ちください。
それでは荒木取締役お願いいたします。はい、ご質問いただいた、表現基準に関する質問ですけれども、当社でですね、自社で運営しております VTuber につきましては、YouTube のガイドラインを参考にですね、日本の法律にも遵守した形で内部的な表現ガイドラインというのを策定して運用しております。以上、回答とさせていただきました。ただいま夏の取締役とおつなぎいたしますので少々お待ちください。それでは夏の取締役お願いいたします。はい、夏野です。2ヶ月ほど前に、アベマプライムというニュース番組の中での私の発言が取り上げられて、まあ、いろいろとご批判いただいた件については、本当に不適切な表現、不適切な発言をしたということで、陳謝しております。以上お答え申し上げました。それでは次の質問に移りたいと思います。次にいただきましたご質問は、すべての経済活動においてグローバル化が前提となっているが、取締役のメンバーは英語を人を介さずに使いこなせるような人選となっていないのではないか、迅速かつ適正な経営判断をする上で最低限のスキルと思うが、その面で改善を考えているかというご質問でございました。こちらにつきましては大谷投資役に回答いたします。はい、取締役の大谷でございます。取締役の人選について、またそのスキルについてというご質問とお受け取りいたしました。おっしゃる通りグローバル化というところで英語というところは必要なところかと思います。で、現にですね、英語まあ流暢なですね、役員もいるわけですけども、まあ、必ず、まあ、取締役の資質として、一つではありますけれども、まあ、経営上のですね、経営判断、適切な経営判断、株主価値の向上のために資することができるかどうか、そうした要素もですね、それ以上に重要なところでありますので、足切りで英語ができるのが重要というよりはですね、多角的に判断をし、まあ、取締役としてふさわしいメンバーをですね、人選し、株主総会にお諮りするのが我々の責任であるというふうに考えております。以上ご回答申し上げました。次のご質問に移らさせていただきます。次のご質問は、社外役取締役の夏野氏は、株式会社角川の代表取締役で多忙を極めていることもあり、他に、多数社で、兼任していた社外取締役は、辞任しているが、グリーでは、社外取締役を続ける理由は何か、可能であれば本人からも一言、いただきたいというご質問で、いただきました。まず私より回答させていただき、その後夏の取締役より回答いたします。夏野氏のですね、選任の理由ということ自体はですね、招集ご通知の19ページから20ページに記載させていただいた通りでございますが、このインターン業界におけるですね、豊富な経験と幅広い見識がございますので、当社の経営全般について豊島役の観点から業務執行を監督するという部分からですね、豊島役のみではなく、さまざまな指名報酬委員会や報酬検討会議などで積極的なご助言をいただいており、当社の持続的な企業価値向上に必要な人材であると考えております。夏野豊島役より回答いたします。ただいま夏野取締役とおつなぎいたしますので少々お待ちください。それでは夏野取締役お願いいたします。はい、夏野です。
今回、社外取締役、再び、再任ということで、いただいております。かなり、忙しいというのは事実でありますけれども、グリーの、あの会議については今までも出席率を見ていただければお分かりのように参加率非常に高くさせていただいてますし、これからも続けられるというふうに思っています。タイムマネジメント極めて重要だと思っていますので、心して、職に当たりたいと思います。以上お答え申し上げました。次の質問に移らさせていただきます。取締役の報酬決定方針のうち、金銭報酬と非金銭報酬の額の割合について法令で求められている十分な開示がされていないのではないか、具体的な割合に、関わる方針が法令により求められているのではないかというご質問にをいただいております。このご質問につきましては、大谷取締役より回答いたします。はい、取締役の大谷でございます。ご質問ありがとうございます。ご質問 のご回答になりますけれども、報酬等の額の割合に関する方針ですね、方針に関しましては、招集後通知36ページに記載をしている通りでございます。社内取締役の報酬にすいません。社内取締役の報酬については、全社業績への責任及び役割に応じて、固定報酬と株式報酬の比率を設定をしております。株主様からのご質問に具体的な割合に関する方針が定められて、求められているのではないかとご指摘がございましたけれども、具体的な数字の開示は法令上必須ではないというふうに理解をしております。以上、ご回答申し上げました。次のご質問に移りたいと思います。夏野氏は過去から豊島役に就任しているが、夏野氏が豊島役としてどのような新規分野で事業転換に貢献したのか具体的に説明してほしいというご質問になっております。こちらのご質問については私より回答いたします。夏野豊島役がですね、豊島役会や経営会議など必要な時にですね、さまざまなアドバイスをいただいております。直接的にこの新規分野というところではないのですが、逆に言うとですね、さまざまな新規事業を考える際にですね、多面的に常にご質問ご指導をいただいているという状況にございます。やはりですね、さまざまな経験、インターネットやゲーム業界の経験というのはございますので、そういった経験を生かしていただいてアドバイスいただいているという形になっております。以上回答申し上げます。次の質問でございますけども、来期の業績見込みについて簡単に説明をお願いしたいというご質問でございました。こちら大谷取締役より回答いたします。はい、取締役の大谷でございます。来年度の業績の見込みというところでございますので、簡単にご説明いたします。決算説明の内容と重複をいたしますが、当社ゲーム広告メディアメタバースの3本の柱でですね、を糧にですね、成長を目指してまいります。で、FY21 においてはやっと底打ちをしたというふうに考えておりますので、22に関してはですね、基本的にはそのゲームの安定運営、新規タイトルの貢献を軸に増収増益を目指してまいりたいと、このように考えております。一方でですね、メタバース事業に関しましては成長のための先行投資を考えております。主にメタバース事業へのプロモーションということになりますけれども、プロモーションの投資をですね、積極的に行う予定でございますため、最終的な売上はとも増収を目指しますけれども、利益に関してはですね、そのプロモーションの水準によって変動するというふうに考えております。
いずれにしてもこれ成長を加速させるためのものでございますので、中期的には大きな成長というものを、いずれの事業についてもですね、目指して尽力をしてまいりたいと考えております。以上お答え申し上げました。次の質問に移りたいと思います。次のご質問はですね、広告メディア事業は、過去1年様子を見たがいずれも知名度は低くより勢いのある競合が多いと思う、事業の集約を優先し、検討継続は検討した方がいいのではないかというご質問で、ございました。こちらの質問についてはですね、私より回答させていただきます。広告メディア事業でございますけども、具体的なですね数字についてはお答えを差し控えさせて、いただいて、おりますが、業績についてはですね伸びている状況に、ございます。でまたですね最近においては、メディア事業に加えてですね、SaaS と言われるような、いろんなですね、こうお店さんや、小規模な店舗さんにですね機能を提供するような事業というのも開始しておりまして、こういった事業をですね積み上げていくことで今後大きく成長できるというふうに思っていますので、こちらの方を見ていけばなというふうに思っております。説明としては以上になります。次にいただいたご質問でございますけれども、投資役が男性だけだが女性の豊島役の選任の予定はあるのかというご質問でございました。こちらにつきましては豊島役の大谷より説明いたします。はい、取締役の大谷でございます。ご質問ありがとうございます。女性取締役の選任予定というところでございますけれども、こちら一般のですやはり取締役としての資質を重視するというのが大事かと思いまして、性別を問わず事業環境を鑑みて、現時点で適任と思われる人材をですね選任をしております。今後も性別に問わず取締役としてふさわしい方をですね積極的に登用をしてまいりたいとこのように考えております。参考までに招集ご通知にもスキル取締役のスキルマトリックス等をご用意しておりまして、経営経験、事業経験、事業への精通、ガバナンス、あるいは財務会計法律、IT と幅広い分野をですねカバーするような取締役会構成になっているというふうに考えております。以上お答え申し上げました。次にいただいた、ご質問で、ございますけども、海外への展開、および、国内にいる外国人向けサービスに対する対応について知りたいというご質問で、ございました。こちらのご質問につきましては、荒木豊島より、回答をさせていただき、次に、前田豊島より回答をいたします。ただいま荒木取締役とおつなぎいたしますので少々お待ちください。荒木取締役お願いいたします。はい、取締役の荒木です。今の、海外ユーザーあるいは日本在住外国人に対する、サービスの提供についてお答えさせていただきます。当社のですね、事業広告メディア、ゲーム事業、広告メディア事業、メタバース事業、それぞれについてですけれども、特にゲーム事業およびメタバース事業についてはグローバル対応というのは進んでおります。ゲーム事業についてはですね、私が監修しておりますライトフライアースタジオのゲームについては全世界70地域以上の国に展開されており、また海外売上比率というのも十分な規模になってきております。でまたですね、メタバース事業の方につきましても現在63の地域と国に配信が行われておりまして、ユーザー数で言ってももう8割以上が外国からのアクセスというふうになっております。でメディアはですね国内向けのサービスになっていますけれども、当然地域情報だったりとかさまざまな情報提供という意味では日本在住の外国人の方にも提供しておりますし、特にその国籍地域を問わずサービスを提供しているものというふうに考えておりますし、今後も積極的に取り組んでいきたいというふうに考えております。
以上、ご回答となります。ただいま、前田取締役とおつなぎいたしますので、少々お待ちください。前田取締役、お願いいたします。取締役の前田です。ゲーム事業について、外国人向けのサービスについてお答えさせていただきます。すでにですね、積極的に展開をさせていただいておりますし、今後もですね、引き続き積極的に展開しようというふうに考えております。実際、国内で開発したタイトルを、海外で展開する国内開発モデルというのは非常に実績も上がってきておりますし、その成長の可能性も見出しております。その上でですね、今後さらにですね、海外の展開、また地域問わずですね、外国人の方に向けたサービスというのは拡充していきたいなというふうに思っております。以上、ご回答とさせていただきます。次のご質問でございますけれども、本社機能の地方移転などは検討しているかというご質問でございました。こちらにつきましては、豊島区の大谷より説明いたします。はい、取締役の大谷でございます。本社機能の地方移転についてはですね、現時点では特段検討しておりません。採用競争力等の面でですね、オフィスの場所というのもですね、相当程度重要なものというふうに考えてますので、コストメリットだけではなくてですね、そうした面を考慮しながら検討するというスタンスでございます。以上、お答え申し上げました。他にご質問はございませんでしょうか。本日ご出席の株主様よりお送りいただいたすべてのご質問につきご回答いたしましたので、質疑応答を終了させていただきます。ご質問はこの後も送信可能ですが、これ以降にお送りいただいたご質問につきましては、後日当社のコーポレートサイトにて回答を掲載させていただく予定です。それでは議案の採決に移らさせていただきます。採決の方法と集計につきましては、事務局からご説明いたします。採決の方法についてご説明いたします。本日ご出席の株主様は、画面上の議決権行使のタブをクリックし、各議案の賛否を選び、最後に送信ボタンを押してください。午後2時52分になりましたら、議決権行使結果の集計をいたしますので、この時刻までに行使をお願いいたします。議決権行使を終えられました株主様は、集計完了まで、本メタバース株主総会のメイキング動画をご覧いただきながら、少々お待ちください。
ちは。はじめまして、グリー株主総会担当初心者のあゆこです。同じくグリーの株主総会担当2年生の中身です。2021年のグリーの株主総会について私たちがご案内します。それでは集計結果につきお知らせいたします。第1号議案および第2号議案につきまして、事前および当日分の議決権行使を含め過半数のご賛同をいただきました。以上の通り、全議案について決議に必要なご賛成をいただきましたので、すべての議案が原案通り承認可決されました。以上をもちまして、本総会の議事はすべて終了いたしましたので、本総会を閉会いたします。株主の皆様のご協力により、滞りなくご審議いただきましたことを厚く御礼申し上げます。今後とも株主の皆様からのご支援をよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。年もない。